はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、歴代最高の純正を組んだらこうなりました。ということで、えー、純正企画やっていきたいと思います。さあ、今回は横浜 F ・マリノス戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、本命どころですよね。はい。で、一つね、まあ、ちょっとも始める前に、えー、なんで松田直樹選手サムネなんだと思った人いるでしょう。はい。まあ、これ入れさせてください。<laughs> 本当はフォーカスプレイヤー第4弾登場時点なので入らないんですけど。まあ、ただね。入れたいよね。うん。入れさせてくださいということで。はい。入れてます。今回は。特別に。はい。ということで、えー、松田直樹選手をね、サムネに使わせていただきました。まあ、やっぱりね、素晴らしいカードが出てるということで。まあ、どっちみちこれ入れようが入れまいがね。まあ、あんまり別になんか、入れないで作ってもいいんですけど。うん。うん、まあ、別に入れないでもいいんだけど、なんかちょっとね、それだと、 別に入れない理由が正直ないかなっていうね、うん、ところだし。まあ一応厳密な、まあ縛り設けてやるんだったらね、まあ入れないのが正しいんですけど、はい。まあ入れた方がいいだろうということで、まあ皆さんも多分、ね、入れることを望んでると思うしね。はい。ということで、えー、しっかり組んでいきたいと思います。で、今回ですね、22シーズンから24シーズンのね、選手対象でやっていきたいと思いますので、ここの中でベスト1レーをね、しっかりと組めたらなというところと、あと結局ね、まあ5段階評価で出来上がったコメを評価して、 まあ作っていきたいなと。まあ最終的な評価をして、うん。まあ話していきたいなと思いますので、まあよかったら最後までね、お付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速ね、ベスト11組んでいきたいので、えー、ベスト11ね、ノミネートした選手をね、順に紹介していきたいんですが、ポジション別にやっていきたいと思います。ということで、まずはゴールキーパーの選手から見ていきましょう。こちらです。はい。ここはタイムスリップ、川口義勝選手の えー、マリノスバージョンですね。はい。23TSS になります。もうここは文句ないかな。はい。あの、炎の守護神、スペクタクルフィ、ロングフィード、エアウォルトうールという組み合わせですね。まあ、いはないんですけど、まあ、その分、ロングフィードが強力なカードになってます。まあ、当然ね、まあ、ディフェッチなんかも1877という数値ありますし、ボナセ戦もディフェッチ15%プラスありますし、まあ、文句ないでしょう。 うん。もう当分多分、よっぽどマリノスのキーパーの TSS とか出てこない限りは多分入れ替わることそうそうないんでね。まあそれかマリノスの TSS 枠の関係で、まあ3枠以上溢れて、どうするってなった時に、もしかしたらね、あの溢れる可能性ありますけど、まあ実力で落ちることは当分ないんじゃないかなと思いますので、まあここはね、ちょっと有利ですよね。まあ唯一の TSS のキーパーだからね、まあすごく有利じゃないかなと思いますので、はい。まあしっかりとゴールマウス守ってくれるのはもう想像がつくでしょうし、 スペクタクル、ロングフィード持ってるので、カウンターもね、まあ、いけるということで、まあ、強力な、ね、攻撃時を、ね、あの動かす一つのきっかけにもなるしね、まあ、素晴らしいカードだと思います。はい、じゃ続きまして、センターバックは今回2人選ばせていただきました。見ていきましょう、こちらです。はい、ここはまずね、松田直樹選手の、はい、24TSS マリノスですね。はい、まあ、ここもね、ディフェ3種しっかりとエースキルで持てますし、 まあ、ボーナスエンディフェンス15%プラスありますし、まあ、これプラス込みで見るとね、もうあの、ブーストプラス込みで見ると、ディフェンスも2000超えますしね。<laughs> 2048ってすごいね。うん。ということで、まあ、ここもね、まあ、枠溢あれたりとか枠問題がない限りは、当分入ってくるでしょうね。もう3、4年いてもおかしくないんじゃないうん。ってぐらい長くいてもおかしくないんですけど。まあ、でも松田直樹選手自体のね、まあ、あの、3、4年といえど、 あの、松田直樹選手もまた第2バージョンみたいな形でね、まあ数年後とかに出たりするかもしれないんでね、そこの更新とか含めると、まあ今後もね、しっかりと、うん、センター枠守ってくれそうですね、ここはね。はい。で、もう一人はエドワールド選手の22フォーカスね。はい。まあここもスキルね、えー、ガーディアン、ダイナミックインターセプト、ヘディングクリアということでディフェン3種ありますし、まあタックルスキルの、ね、A スキル持ってるし、まあディフェンスはね、プラスないんですけど、1578ありますし、ディフェンス20%プラスもありますからね。 非常にね、ま現代の環境でも強力なカードの1枚となってるかなと思います。まエドワルド選手といえばね、23のフォーカスもあったんですけど、まあどっちかなと思ったんですけどね、28の方ちょっと選ばせていただいた理由は、ま能力値とかね、そもそもこっちの方がグレード高いので、まシーズンまたぎのそんなに不利さがなかったというところと、まああとはね、まあそうしてそういったところかな、ま能力値とかスキルとかでこちらを選ばせていただきました。 まだ24シーズンね、エドワルド選手ね、カード出てないんで、まあこれを超えるようなカードがね、もしかしたらまあ出てくるかもしれないので、そこに、そうなってくると、またね、次組んだ時の純正のセンターバックは変わってるかもしれないし。 まあ、このエドワールド選手のカードをしのぐ何かがね、また出てくれば、まあ、他、センターバックで言うと、まあ、上島選手とかね、畑中選手あたりとかね、まあ、ここら辺の選手たちがまたヒットしてくれば、まあ、面白くはなってくるんじゃないかなと思いますし、将来的にはもしかしたら3バックとかいうね、選択も出てくるのかもしれないなということで、まあ、今後のこのセンターバック事情というのはね、まあ、松田直樹選手は動かないと思うんですけど、他の選手たち、まあ、特に現役の選手たちの組み合わせというのはね、ちょっと今後も楽しみになってくるポジションじゃないかなと思いますね。はい。 では続きまして、サイドバック、今回ね、選出してますので、はい左、右、それぞれ見ていきたいと思います。ではこちらです。はい、ここはまず左サイドバックは角田涼太郎選手の23フォーカスね。はい。まあ、これもね、出たとき結構注目されてましたが、まあ、今、改めて見るとね、まあ、今でも強いね。うん。ピンタック、ヘディング、クリア、パスカット。で、ボナセン、ディフェン20%。で、ディフェッチがプラス込みで1620という数値ね。はい。まあ、現環境でも十分戦えると思います。はい。 まあ、角田選手もねちょっと海外に行ってしまっているので、更新がね現状ないということで、まあ、今後、ここねま長、あ、門選手とかもね、まあ、ポジション的にはいるところなので、長、ま、門、あ、選手の、ね、今後のカードで抜いていったりとか、まあ、するのかなとか、まあ、そことの競争になったりね、まあ、するんじゃないかなというのは想像できますので、まあ今後もね更新の余地はあるんじゃないかなと思います。で右サイドバックは佐根藤選手の22の月間ベストゴールね。ね、うん まあこれもスキルはまあね、守備スキルはガーディアンしかないんですけど、まあタックルはしっかりできるということと、まあファイターね、まあここがやっぱり魅力的かなというところで、まあ選ばせていただいてますね。まあポジション的にはね、松原選手とか、まあここら辺のカードとかが今後またいいカードでできた時に、ちょっと差し替わったりとかね、する可能性が。まあサネト選手もね、ちょっとまあ角、このカード自体がちょっと古くなってきているので、まあ、 できればね、まあ、24シーズンのカードとかでうまく更新してね、まあ、補いたいところであるでしょうし、まあ、最悪交代役とかね、使いながらうまくやっていきたいところかなとは思いますね。まあ、ちょっと交代候補に入ってくると思うんでね、まあ、今後のこのポジションのカードにもぜひね、期待してほしいなと思います。はい。じゃあ続きまして、えー、ボランチですね。今回採用させていただきましたということで、えー、今回2人の選手ね、選ばせていただいてます。じゃあ見ていきましょう。こちらです。 はい、ここ、まず一人目は、えー、岩田智樹選手の22青図ですね。はい。まあ岩田選手ね、この年 MVP 取ってますから、えー、カードもね、素晴らしいカード出てまして、まあグレードも101ですしね。まあガーディアン、ダイナミック、インターセプト、ヘディングクリアというディフェ3種持ってて、まあディフェ値もね、1716ね、プラス込みでね、まあ全然今の環境に劣ってないね。はい。で、ボナ戦も、えー、ディフェ15%パーアップあるので、ここも乗ってくるということで、非常にね、強力なカードになってます。 まあ、玄関でも十分通用すると思うんで。まあ、これはもう今シーズン全然持ちそうですね。まあ、来シーズンとかでももしかしたら全然持てる可能性もあるんでね。うん。まあ、非常にね、22シーズンのカードとはいえ強力なカードになってますんで。まあ、岩田選手もね、まあ、現在ね、ちょっとセルティックにいるので、まあ、マリノスカードでの更新の余地が、まあ、今んところはまあ、ないのかな。うん。まあ、よっぽど TSS とかでね、TS とかで帰ってこない限りはないからね。基本的には更新厳しいんですけど、まだまだ、 やってくれそうですね。このカードはね。はい。で、二人目は木田選手の昨年の青図ね、23年青図を選ばせていただいてます。まあ、スキル構成的にはね、中盤のカリオド、ダイナミックインターセフとヘディングクリアというね、ここもディフェスアン3種しっかり持ってまして、ただボナスはパワーなんですよね。まあディフェチがね、ちょっと問題かなとは思うんですけど、まあここをうまく補えたらね、まあどうにでもなりそうなので、 選ばせていただいてます。スキル素晴らしいんでね、スキル強化とか、まあ、このね、上げれなかったディフェッチを他のセンスとか、まあ、上げれたら、そこでね、まだまだ、うん、いけるんじゃないかなと思うし、まあ、木田選手もね、まあ、当然今年もいいプレイしてますから、もしかしたらこのカード更新するようなカードが木田選手自身でね、出てくる可能性もありますので、まあ、ここはそういった意味でも、はい、注目かなと思います。 ということで、ボランチは以上となります。ここはまあ結構豪華なね、面々でしっかり組めてるんで、まあ今後の更新、そうですね、まあ木田選手に関してはリーグ用のカードとかが出てきたら一発更新あると思うんで、はい、ここは特に注目かなと。まあ、岩田選手のカードはね、なかなか壁が高いんですけどね、まあ、これを超えるようなボランチの選手が出てくれば、まあ話はちょっと変わってくるかなと思います。はい、じゃあ続きまして、トップ下ノミネート選手見ていきましょう、こちらです。 はい、ここは中村俊輔選手の 22TSS ですね、マリノスバージョンとなります。さあ、このカードね、魔法の左足ということで、これ、カーブ系の最上位スキルね、はいで、レールパス、コントロールフリーキックというスキル構成で、まあ、パスワーとしてもね、シューターとしてもいけますよという感じですね。 まあボナ戦もね、テク15%プラス上がってるのでね、特にまあパサーとして優秀なテクニック値がだいぶ上がってるということで、まあ、パサーとしてはもう現環境でも全然一流ですよね。ただこの魔法の左足に関しては、ちょっと現環境どうだろうね。まあ、ちょっとシュートセーバーとか普及し始めてて、まあ、質がないとね、なかなか通用しなくなってきてるかもしれないので、まあ、ここはちょっと手こいで必要でしょうけどね。ま,あ、まだまだまあシューターパサーとしてやっていけるんじゃないかなというところと、まあ、あとこのポジションに関してはね、今中村俊介選手にしてますけど、もしかしたら今後ね、 西村拓馬選手のカードとかね。まあ、それこそ結構しいいカードが西村拓馬選手もあったりするので、まあ、もしかしたら今後ね、TSS 誰か出てきて、まあ、一枠、もしね、開けないといけないとかなったら、もしかしたらそういった候補になってくるかもしれないね、カードのね。まあ、その古さ的にはね。まあ、ただ、まあ、俊介選手はね、まあ、去年出てるからね、なかなか、 今年もというわけにはね、なかなか難しいですけどね。まあでも近いうちにまたマリノスバージョンもね、まあなんかしら復刻みたいな感じで出るんじゃないかなと思いますので、復刻っていうかまあ新しいカードがね、また出てくれるんじゃないかなと思うので、まあ今後のね TSS 環境にはね、まあここは期待できるんじゃないかなと思うので、まあ更新先とかでね、いいカードが出てくれたらまたそこで中村俊輔選手をずっとトップ下で使えるっていうね、ことも考えれますので、まあ今後の TSS の出方にまあ注目かなと思います。 はい、じゃあ続きまして、ウイング候補ですね。今回ウイング採用してますえー、2人選ばせていただいてます。見ていきましょう、こちらです。はい、ここ、まず左ウイングですが、ここはエウベレ選手の23、青ズですね。はい。まあ、ここはね、ファンタスティックアーチ、スペクタクル、ダブルタッチ、音速ドリブルという組み合わせですが、もうフラスル要員としてね、まあ、優秀なカードなんで。 で、ボナセはね、スピードなんですよね。スピードなので、まあ、この音速もね、まあ、いい感じでね、生きるかもしんないね。これだけスピード値高かったらね。うん。振り切る力がつくと思うんでね。まあ、ただ B の音速なんでどうかなっていうのはありますけどね。はい。まあ、いずれにしてもファンタスティックアーチでしっかりね、アシストしてくれそうだなというところで、はい、いいカードだと思います。 マ、まあ、エベル選手に関してはね、他もいいカードが多くて、まあ、今年のワイドレンジのやつとかでもいいかなと思ったんですけど、うん、まあ総合的にかな、スキル的に、まあ、こっちの方が組み合わせ的にはまだいいのかなということでちょっと選ばせていただきました。まあ、ただここはね、マ、まあ、エベル選手のカードに関しては、まあ、クロスタータイプのカードなんてね、まあ、今年もまだまだいいカード出る可能性ありますし、まあ更新の余地はね、もう全然あるかなと思います。で、右はですね、水沼選手の22トップアシストを選ばせていただきました。はい。 ま、ここの決め手はですね、まあ、水沼選手もね、いいクロスサのカードなんていっぱいあるし、まあ、ファンタスティックね、アーチの持ったカードとかもあるし、ま、いろいろね、ちょっとどれ選ぼうかなと思って考えたんですけど、やっぱりね、この今の環境もそうなんですけど、まあ、クロスとフラスルを両方持ってるっていうのは結構ね、やっぱ評価点としては高いですね。うん。まあ、この当時だったらもっと高かったんですけど、まあ、今はね、ちょっと能力的な問題とかも少しありますけど、まあ、それでもね、 優秀だよね。うん。ライトニングクラスとフラスル持ってる選手なんてあんまいないからね。現環境でもね。ということで、まあ、限られる中の選手として、まあ、ここはね、うん、やっぱりどっちか打ってくれればいいからね。めちゃくちゃ使いやすいですよね。で、スキル切れも起こしにくいと思うんで、基本的にはね。まあ、そういったところでもクロスマシーン化してね、活躍してくれるんじゃないかなというところで選ばせていただいてますね。はい。 ということで、まあ、この両ウィング、まあ、しっかりとね、まあ、フラするクロスというところで、まあ、貢献してくれそうだなというところで、まあ、ここの、ね、期待値は結構高いですね、はい。いいクロスを組めるのは、まあ、強いチームの、ね、証なんじゃないかなと思います。はい。じゃ最後 CF ノミネート選手見ていきましょう。こちらです。はい。ここはアンデルソン・ロペス選手の23青図選ばせていただきました。はい。 ということで、まあ、ここ、アンデルソン・ロペス選手のカードもね、めちゃくちゃ悩みましたね。うん、どれにしようかなっていうね。うん。ということで、まあ、今回選ばせていただいたのはこちらなんですけど、ゴルスとダイナミックフライングボレー、無回転シュートという組み合わせね。うん。これとね、迷ったのはやっぱり今年の、まあ、フォーカス。うん、これは迷いました。はい。あと、もうちょっと今の話で言えるんだったら、今のストライカーもね、ちょっと面白いなと思います。はい。 で、このカード選んだ理由としては、やっぱゴルストダイナミックフライングボレーの組み合わせかな。うん。まあ、やっぱりウィングしっかりね、まあ、組めますし、やっぱボレーというところの強みを活かしたいなというところで、まあ、ここね、入れさせていただきましたし、まあ、自力でいうとゴルストもね、あるので、まあ、水沼選手がね、あの、ライトニングクロス打てるんで、まあ、そこからゴルストにつなげたりとかね、まあ、そういった動きもできると思うので、まあ、能力値もね、めちゃくちゃ高いしね、本ヒチも 1885? うん。<laughs> プラス込みでね。 ちょっとおかしい数値してますからね。はい。もう現代でも強いので、はい。まあ十分かなと思います。まあここに関してはいろいろね、まあ、起用の余地あ,あると思うんで、まあ、アンデルソン・ロペス選手の中でもね、まあ、どのカードがいいのかっていうのは結構意見が割れるんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、今回ベスト11をご覧のメンバーで組ませていただきました。まあ結構いいチームできたんじゃないかなと思いますが、ここにプラスしてね、まあ、交代役の選手もちょっと考えてきてますので、まあそこもね、まあ軽く見ていこうかなと思います。じゃあまず、一、 ページ目見ていきましょう。こちらです。はい。ここまず左が長戸選手のね、23大ズですね。はい。まあ、ここはま、あ交代役としては、松野田選手と交代とかになるかな。まあ、左サイドバックで、えー、入れれたらいいかなと思います。まあ、このカードもね、まあ、プラスはないんですけど、ボナセンリフェしっかりありますし、まあ、ガーディアンヘディングにね、パスカットということで、まあ、スキルもある程度安定してますし、まあ、 そうね。45から60分目安ぐらいで、角田選手とうまくスタミナがね、まあ切れちゃいますからね。角田選手もそんなにスタミナ高くないからね。まあ切れそうなタイミングで入れてあげて、まあよりね、サイドバックの強度を保てたらいいかなと思います。で、真ん中、畑中選手のガーディアン。うん。これもね、非常に素晴らしいカードで、まあ去年出ましたけどね。まあダイナミックインターハードタックルフィードというところと、ボナセンディフェプラスね。うん。まあこれはね、まあ、 そうね。エドワルド選手との交代枠かな。まあ、いるんだったらここやっぱ使いたいなと。まあ、ただ、まあ、エドワルド選手も結構持ちそうなんでね。まあ、交代枠で使うかどうかっていうのはちょっとね、難しいとこなんですが、使うんだったらまあ60分以降とかでいいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、最後の、えー、ところの一押しとかで交代枠でうまく使えたらいいと思います。で、最後右ね。渡辺光太選手。はい、ここ23オーズね。 ま、ここは木田選手との交代枠になりますかね。木田選手がちょっとね、まあ、強度的なところでどうかなっていうところがあるので、まあ、必要ならば入れていくという感じですね。はい。まあ、ここもスキルはね、ダイナミックインターセプト、ハードタックルというところでね、まあ、いい仕上がりしてまして、まあ、ボナー戦略費は欲しかったけどね、そこまではちょっともらえてないので、まあ、渡辺選手もね、少し課題がありますが、まあ、交代枠なら十分機能してくれるんじゃないかなと。まあ、プラスの要素でね、仕上げれたら十分いいんじゃないかなと思います。 じゃあ、交代役、もう一ページ見ていきましょう。こちらです。はい、ここはですね、4番目。レオ・セアラ選手の22フォーカスね。はい。まあ、これもね、まあ正直ね、フォワード候補としては面白いと思うんですよね。スキル構成いいですからね、長次元集とゴールハンター、音速ドリブルというね。で、ボナセンもオフェプラスありまして、オフェッチはね、プラスないんですけど、1590かな。という数値ありますし、まあ能力的にもね、全然戦える。まだまだ戦える可能性の残してるカードなんでね。 で、長次元持ちなんで、はい。ここはマンデルソン・ロペス選手の交代役として、はい。十分機能してくれるんじゃないでしょうか。まあ、仕上がりによってはね、45から変えてもいいと思うし、まあ、60ぐらいとかね。まあ、ここら辺になってくるかなと思います。で、最後5枠目。ヤン・マテウス選手の23マウブザマッチ。うん。まあ、これもね、去年のスナイパーとかとちょっと迷ったんですけどね、どっち入れるかなってなった時にね。で、まあ、両ウィングできるんで、まあ、どっちと変えるのがいいんだろうね。まあ、水沼選手かな。うん。 うまあ、い具合で、まあ、60分とかで、まあ、両セ原選手と同時投入とかできたらいいんじゃないですかね、それこそね。うんまあ、そんな感じで交代役ね、まあ、使って、まあ、後半は、えー、どっちかというと自力で、まあ、攻めていくようなシフトにチェンジできると、うん、これまたね、面白い変化が見られると思いますので、まあ、そういったところも、ね、しっかりといいスキル持ちの選手で組めるのもね、まあ、マリノスの、ね、強みなのかなと思いましたね。 まあ山手選手もね、今年フォーカス出てますけど、まあ、今後もね、いいカード出る可能性、まだまだ締めてると思いますので、もしかしたらこのマウザマッチに変わるようなね、カードがまた追加された時にまた変わるかもしれませんね、ここはね。はい。ということで、抗体薬もね、踏まえまして、診断というか、まあ選ばせていただいたわけですが、最終的なね、ベスト11、どういったものが出来上がったのかというのをね、じゃあ皆さんと最後に確認をしていきましょう。こちらです。はい。ということで、ベスト11結果に関してはご覧の通りとなってます。 褒めは 433B で組めましたね。うん。まあ、これは結構理想的なやっぱ褒めなので、まあ、いい感じかなと思いましたね。はい。で、評価としてはね、まあ、これはね、まあ、4か4.5で迷ったんですけど、個人的にはそうですね、4.5で、はい、出しときたいなと思います。まあ、やっぱ理由としては、そうね、まあ、TSS 枠まず3枠しっかり組めるというところが強みかなというところで、まあ、その中で特にね、まあ、松田直樹選手、川口選手あたりは、まあ、結構不動の存在に、 まあ今後の純正のね中でなってくれそうだなというところ。で、あともう一人、まあ欲言うんだったら、まあフォワードか、まあどこか攻撃的な選手の中に、また次なるね、まあ TSS の選手、まあ中村俊介選手の新しいバージョンのやつなのか、また違ったね、他の選手なのかというところで、もう一枠、まあさらに新しいカードでね、使えるような環境が来ると、さらにね、純正強化はされていくんじゃないかなというところは、もう TSS の観点から見れば、そういうところがあるかなと思いました。はい。 で、現役の選手から見てもね、まあ結構いい選手組めてますからね、まあグレード的な話で言うと、まあ角田選手とかちょっと低めではあるんですけど、まあグレード以上の力ありますし、まあサネト選手あたりとかね、まあ岩田選手あたりのとことかちょっと古くはなってきてますけど、まあ中村俊介選手も含まれてね、まあただ岩田選手はもう古いと言ってもこれ実質23、4シーズンのカードって言っても別に過言ではないからね、まあ正直そんな古さは別に見えないので、 まあ C て言うんだったらね、サネトー選手のところがちょっとやっぱり22シーズンの序盤の方に出た月間ベストなんで、まあだいぶね、ちょっと古くなってきてるので、こことかはまあ今後ね、まあ松原選手あたりとかのいいカードとかね、まあそういったので埋めていければいいかなと思うんですけど、まああとはボランチでもう一人ね、まあ木田選手がリーグ用のカード出るとか、まあ、他の選手でね、なんかリーグ用のカード出たりとかして、まあ補っていければ、まあさらにね、中盤の強度も増すだろうし、うん。で、ウィングもね、 まあ、ウィングは別に、まあ、クロスは困らないだろうし、まあ CF もアンデルソン・ロペ選手いるし、まあ攻撃陣はそんなに問題じゃないかなと思うんですけど、まあ TSS がもし絡んできた時にまたちょっと考えないといけない環境とかはね、まあ、もしかしたら来るかもしれないんですけど、まあでも高いね、結構レベルでね、まあ現役選手と TSS、まあ混合でね、しっかり組めてるので、 まあマリノスしかもね、まあ今年ちょっとね、怪しいなと思ってましたけど、だいぶ巻き返してきてるので、まあその調子悪い時にね、結構割り食ってる選手もね、いるなと思って見てたんですけど、まあそういうのももう今後のシーズンは、まあなさそうなんでね、まあここからまた、えー、いいカードがね、まあ出ていくんじゃないかなと考えると、 まあさらにね、純正強化のチャンスとか生まれてくると思いますので、まあ、ポジションもね、全体的にやっぱりいい選手揃ってますし、まあ、どこのポジションでも強化できる可能性があるので、まあ、今後ね、非常に楽しむな、うん、クラブの一つかなと思いましたし、今ちょうどね、松田直樹選手が登場して油も乗ってるので、はいまあ、非常にね、まあ、純正とかもねやりやすいクラブなのかなという印象がありましたね。はい、ということで、まあ、評価は4.5ということで、ここ鹿島と結構並びぐらい、 の評価ですね。まあ、最終的にね、どっちがいいかとかは、そういった話はまたちょっとね、40クラブ組んでね、まあ、やっていきたいと思いますので、はい。まあ、でもトップ候補ですよね。まあ、40クラブのトップ候補には間違いなく入ってきてると思うので、まあ、仕上がりはね、すごくいいという結果に、はい、して締めておきたいなと思います。まあ、一応おさらいしておきますと、ゴールキーパーが川口選手の 23TSS マリノスバージョン。センターバックが松田直樹選手の 24TSS マリノスバージョン。で、エドワールド選手の22のフォーカスドプレイヤー。 左サイドバック角田選手の20 23フォーカスで右が実藤選手の22月間ベストゴールでボランチが、えー、左が岩田選手の22青図右が木田選手の23青図トップ下が中村俊輔選手の 22TSS 左ウィングエウベル選手の23青図右が水沼選手の22トップアシストで真ん中 CF がアンデルソン・ロッペス選手の23の青図となってます まあこう見ると青ズは結構多いですね。はい。去年いいカード出てましたからね。ということで、はい。いいカードがね、続出した青ズ含めて、まあ今年どうかな。ノミネートされる選手がまた出てくると思うんですけど、はい。マリノスからもね、非常に楽しみですね。はい。ということで、まあこれ以上の純正がね、さらに組めることをね、まあ期待しまして、えー、今回のね、24シーズンのフォーカストプレイヤー第4弾、プラス松田直樹選手登場時点でのマリノスベスト11は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまで失礼します。バイバイ。